2006ワールドベースボールクラシック日本代表は2006年3月に開催されたワールドベースボールクラシック第1回大会に出場した日本代表である。通称ジャパン。なお、以下に列挙する選手の所属は2006年3月時点である。初めてメジャーリーガーが出場する国際大会であり、当初は一郎をはじめ松井秀樹、城島健治、 井口忠人、大塚明則ら多くのメジャーリーガーが参加した、真の日本代表としての代表編成が期待されていた。だが、一郎が大会に対する並々ならぬ意欲を表明する。一方で、松井秀樹は参加への態度を保留するなどの温度差もあった。そうした中、監督の大沢治は松井を4番に据える構想を明らかにし、一郎、井口、 大津からにも出場を打診した。こうして、松井の態度が曖昧なまま、松井のための枠を開けた29名の代表選手が発表されたが、その直後に松井が出場自体の意思を表明。井口も辞退したことから、大高層は大きな転換を余儀なくされた。また故障明けであり、メジャー挑戦1年目に臨む城島は、最初から代表に選出されなかった。 その後も契約交渉の難航により参加が揺れ動いた選手や体の不安や試合中の怪我による自退者も出るなどアジア予選の開始まで代表メンバーが確定できなかった。最終的にメジャーリーガーからの参加者は一郎と大塚の2人だけに留まることとなった。こうして多くの右与曲折を経て編成された代表だが、 代表の人選において施行されたのは2005年度のワールドシリーズで脚光を浴びたスモールベースボールであった。アメリカやドミニカ共和国などの圧倒的パワー志向の野球に対抗するため、日本人らしい走ってつなぐ打線と固い守備、投手力を軸とした野球である。メジャー屈指の一番打者である一郎と井口に代わる。 内野手のスタメン候補である、川崎宗則、西岡剛や2005年度セリーグ首位打者の青木、乗り力が走ってつないだ金賞得点を、一郎、福留康介、田村人志らの攻守と鉄壁の投手リレーで守り抜く、戦い方を目指し、大会では彼らの実力が遺憾なく発揮された。さらに、王監督は代表チームのスタイルを前述のスピード野球に加え、 小笠原道宏や松中信彦ら日本球界を代表しなおかつ代表経験のある強打者も揃え、長打力に関してもアジアでトップクラスである点から、長打力も兼ね備えるという意味も込め、スピードストロングと称した。大会でもホームランで得点する場面がたびたび見られた。また、投手陣については、大会独自のルールであった、投球数制限に備えた編成がなされた。 それが、先発投手二人体制である。先発投手を、上原浩二、松坂大輔、渡辺俊介の三人で固定し、その後を、清水直行、和田武杉内俊也が、第二の先発として登板。さらにその後を、球界を代表する、中継投手である、石井博俊、藤川球児、藤田総一、矢蓋康彦らが、セットアッパーとして登板し、 クローザーの大塚へとつなぐ系統を取る。このような投手編成は高投手を次々に投入できるという利点をもたらした。キューバが高投手を投球数制限ルールによって使い果たして優勝を逃したことと対照的である。また、代表に最も多く選出された球団は2005シーズンで日本一アジア優勝を達成した千葉ロッテの8選手で先発投手が3人。 中継投手が二人、保守一人、内野で二人が選出された。なお、この大会は、国際野球連盟の主催大会ではないことから、全日本野球会議の代表派遣事業とならなかった。よって、他の国際野球連盟主催の大会で、野球日本代表が着用する、ピンストライプのユニフォームではなく、この大会では、赤や紺を大胆に配色した新しいユニフォームを、 着用した、王冠徳、ありがとうございます。